Stay Together。 この番組は三浦市在住の私、音楽プロデューサー、サックスプレイヤーの姉浅本千佳と映像クリエイターの妹ミカ、私たち姉妹がローカルラブのコンセプトでファッション、ライフスタイル、グルメ、経済などコミュニティの情報を国内のみならず世界につないで共有するといった音楽バラエティ番組です。皆さんこんばんは。こんばんは。お元気でしょうか？超元気です。まだまだ暑い日が続きますね。本当になんか夜ね、ちょっと寝苦しい日がまだ続くって感じで、まあでもね、少しずつ、そうですよね、冷房を切ってもなんか耐えられるような夜は。電気代怖いっていう噂もありますけどね。さあもうね、本当に半分以上今年も過ぎてしまいましたけれども、皆さん前半いかがお過ごしでしたでしょうか？もう後半に向けてね、ますますこの番組も元気にやっていきたいと思います、はい、このレッツステイトゲザー、毎月ねテーマを決めてお送りしてるんですが、今月のテーマはですね、はい、なんとこれぞ名デュエットソング。なぜ？いや実はね、結婚式のねビデオの編集と音楽をね決める、あの仕事をしてまして、やっぱりねデュエットソングを、はめたんですよ、やっぱいいですねということで。なるほど。やっぱりなんかこう人恋しくなる季節、デュエットソングっていいなみたいな感じでね、今月はちょっとこれぞ名デュエットソングをテーマに1時間お送りしたいなと思ってますが、はい、ミカちゃんデュエットソングって聞きます？まあ聞きますね。あ、そう、聞きますっていうか歌いますね。歌う。参加する方だな。参加する方ですね。そうね。なんかこうソロでも素晴らしい歌手の、人たちがね、またなんかこう一緒に歌うことでね、こうその曲が輝きを増したりってするんですけど、やっぱりデュエットソングはね結構歌詞もね複雑に絡み合ってなかなかいいですよね。こうそういう男女のデュエットソングだと何が一番思い浮かびます？一番最初に多分意識したのってエンドレスサマーだと思います。エンドレスサマーじゃない、エンドレスラブね、これは名曲ですよね。映画とも大ヒットしたし、そうそうそう、エンドレスラブ。でもカラオケではもっぱらカラオケはね、ほらそっちの昭和歌謡、昭和歌謡だから飲みすぎたのはみたいなそういうやつだから。なんだろう ね、 だろうね、あと銀恋とか ね、 かね、やっぱり定番ですね。昭和歌謡は歌うべしって感じです ね、 ね、なんかブームがあったんじゃないのかな、多分デュエットブームが昭和歌謡でもあったのかな。そうそうそう、日本のデュエット、日本の曲のデュエットブームあったよね、異色の顔合わせ。これじゃエンドレスラブが気になってんのかな。そんなことはないか。あ、この人とこの人ってなったね。そうそうそう、谷村新司と小川智子とかね。知らないよ。そんなわけでね、やっぱりねデュエットって結構なんか音楽史におけてもね、あるこう地位を獲得してるっていう感じで、名曲が多いんですけど、確かに確かに、まさにねこれぞ名デュエット曲ということで、私たちが選んで紹介していきたいなと1時間かけて思ってますよ、はい、特に洋楽でね。かしこまりました。さあ1曲そんなことで聴いていただきましょう、はいはい、聴いていただいた曲は、ダイアン・シュアとホセ・フェリシアーノのアメリカン・ウェディング・ソングでした、はい、聞いたことないでしょ。全くないですね。多分かなりこれはレアなデュエットソングですけど、私がもう大好きなねデュエットソング、1曲目だからもっと王道な曲かかるかと思ったらちょっとポカーンってしちゃいました。銀恋はかけませんよ。そうねえ、アメリカンウェディングソング、ホセ・フェリシアーノとダイアン・シュアは、盲目のシンガー、でダイアン・シュアはねもう本当アメリカを代表するジャズシンガーなんですけれども、もうこの曲最初に聞いた時ね、いやいい曲だな、いいデュエットだなって本当に心が震えたんですけれども、できれば
私がもし結婚式を挙げるとすれば、うん、この曲でバージンロードを歩きたいなと。かしこまりましたかしこまりました。時すでに遅しでございますが、まだまだ、うん、でもねぜひぜひこの曲は本当に結婚式で使ってほしいなと思っているいい曲です。でまずねやっぱりデュエット曲ってロマンチックなシチュエーションの時にやっぱりこうハマるっていうかね聞きたいんですよね。それでね某有名 DJ にどんな状況で好まれてデュエットソングを聴いてるのか、それともリクエストが多いのかというねアンケートを取ったんですよね。で、一般的なシチュエーションを挙げてもらいました。まずロマンチックな夜、でデュエットソングはねカップルがロマンチックな夜を過ごす際によく選ばれる、この曲かけてみたいな感じで言われるらしいんですけど、やっぱりそうだよね。ちょっとこっぱずかしい感じはするけどまあそうなんですねきっとねあのねそれは恋してないからよ。そうそうそう。ロマンチックな時にね。で、はい、次はねやっぱりカラオケっていうか、友人や家族と一緒にもう歌いたいっていう時にやっぱりデュエットソングっていうのはあのみんなで歌うのは楽しみの一つなんですけれども、まあ歌詞をね共に共有し合うっていう感じで、まあ盛り上がるって感じですかねカラオケは。デュエットソング、でもなんかほら上司のね、まあ、今だとパワハラだって言われちゃうけど、あの銀行一緒に歌おうぜ俺とみたいなことはありました。さすがに銀行はないけど、別れても好きな人は散々歌いましたよ散々やりましたよ。やった上司と絶対ね、なんか本当に今ならパワハラって言われちゃいますよね。まあそんな感じでねカラオケ、まあ、一緒に歌いたい時ですよね。でやっぱりねもう一つちょっとこれさっきのと被るのかな、感動的な瞬間、例えばね特別な出来事の BGM として選ばれることがすごく多いらしいんですね。例えば結婚式、もちろんあの結婚式ですね、まあ、あとはプロポーズの瞬間などに使われることがあるそうです。これこそこっぱずかしいですね本当にもうね今日僕プロポーズするから、そのタイミングでこの曲かけてみたいな感じで、あのやっぱり準備してくる方がいるらしいですよ。でもその曲がダサかったらね、もうえあんたこんな曲好きなのなんて言って、いやいやもうそれはプロポーズされる側はもう何でも OK ですよ多分そう、大丈夫です。それでもうさーって弾いたりなんかしてね、どんな曲をかけるかっていうのは勝負ですね。あとはあの友情の証だって、やっぱり友人と仲間との特別な瞬間を祝う際に、まあ、友情を称えるデュエットソングを聴くことがあると。まあそうだね、友情 You got a friend、 あ You got a friend もそうですし、あとあれかな、まあ夕方フレンドもあるし、夕方フレンドだしそれしか思いつかないちょっと後でね調べてみましょう。そう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 、それとね思い出の曲、これもまあちょっとかぶりますね。でもさっきのプロポーズの曲もきっと2人の思い出の曲っていうのがあってリクエストするんじゃないですか、ね、まあめでたく結婚された時には ね、もう破局の曲になるかもしれませんけ ど、そう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 、やっぱりね思い出や過去の出来事に関連している場合その曲を再生することで過去の思い出が蘇ります、でその際にデュエット曲っていうのは特に印象に残るらしいです。そうだね、ね、一人で歌うよりもよりエモーショナルになるって感じじゃないですかね。そこでですね、これぞ名デュエット曲っていうののラブソングのナンバーワンはやっぱりエンドレスラブなんですって。そうで次がですね、これね知らないんですけど、エルトン・ジョンとジョージ・マイケル、Don't let the sun go down on me。 それとねもう一つこれぞ忘れちゃいけませんよ、ジョー・コッカーとジェニファー・ウォーレンズ、
これも映画のテーマ曲、うん、ですよね。愛と青春の旅立ち、その当時でございます。 Up Where We Belong、うん、懐かしいね。これすごい名曲ですよね。大学の時に映画見に行きました。カップルだらけだって寂しく一人で見に行きましたよ。でもあれもう忘れられないですよこの映画は。ほんといい映画だったよね。最後なんだっけ、こうバーンって、そうそうそう、帽子をね、そう投げ て, 投げて、ね、あれ流行ったよね。流行ったやつそしてこうお姫様抱っこするやつね。そうそうそういやこれじゃあちょっと聞いてもらいましょうかこれぞ名ジュゲット曲。2曲目、ジョー・コッカーとジェニファー・ウォーレンス、Up Where We Belong。今聴いていただいた曲はジョー・コッカーとジェニファー・ウォーレンズ、Up Where We Belong、 愛と青春の旅立ちでございます。この頃からじゃないかな。やっぱデュエット曲結構作られましたよね。これはいい曲だったと思います。まあこういうロマンチックなね、うん、男性アーティストと女性アーティストの、まあ、ロマンチックなデュエット曲もあるんですけど、男同士の、そうね、さっきのエルトン・ジョンとジョージ・マイケルもそうだけど、男同士のデュオっていうのもいいですよ ね。古くはサイモン&ガーファンクル、素晴らしい。そしてですね、なんといってもワムワムワムどんだけ、なんかちょっとワムどんだけ好きなんだと思われちゃう。頻度高いよね。先月からワム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 って言ってるよね本当に。どんだけ好きなんだと思われちゃう。あ、それでジュエットってことになったのかな今月ミカちゃんがワムのさドキュメンタリー見てよかったよかったって言うからさあとはね、なんといってもね、あのホール&オーツ、ホール&オーツも好きね、大好き。これぞ男性デュオユニットグループ、うんうん、ですよね、うん、本当に。でもホール&オーツってさ、やっぱりの、うん、かっこいいよね、まあ、代表格ですよね、うん、いやホール&オーツ久しぶりに聞きたい いいよね。何聞きたい？シーズゴーンか。あーシーズゴーンいいなでもなんか好きな曲選んでくださいよ。いやーシーズゴーンかなもうここでいきなり男性デュオグループ代表してホールド&オーツ聞いてください。シーズゴーン。聞いていただいた曲はホールド&オーツでシーズゴーン。いいね、男と男のデュオっていうのもね。なんかね、サビに行く前の、うん、なんかこうアイドリングするみたいな感じのアレンジがね、そうそうそう、もうたまらなく好きなんだよねもうね、来るぞ来るぞ来るぞ来たーって感じだよね。分かりやすくていいわって、本当にね、分かりやすいもうね、そういうことで言ったらね、なんかあります、他に男性デュオ。あね、マイケル・ジャクソンとポール・マッカートニーのエボニーさん、ボニーじゃなくて奥さん、それ違いますよ。それもありますよ、スティービー・ワンダーか、うん、スティービー・ワンダーとポール・マッカートニーですよそうそうそう、結構ねポール・マッカートニーってね、異色のデュオをやってるんですよ。だから今ミカちゃんはこう間違えてしまったね、うん、あのスティービー・ワンダーと、うん、のデュオ、それとこのマイケル・ジャクソンと、デュオをした The Girl Is Mine。 The Girl Is Mine 懐かしいよね。まあそんなことでね、異色の組み合わせによるデュエットソングっていうのもあるわけです一種格闘技戦みたいですねそう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 なんかさ、この声質の人とこの声の人みたいな感じあるんですけれども、その中のねちょっと代表的な、例としてね、うん、お姉ちゃん、お姉ちゃんって言っちゃったあの私はもうみんなのお姉ちゃんだから、そう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 浅本シスターズの姉ですWalk This Way、うん、ランディ、うん、そうランディ MC とエアロスミス、あこれねヒップホップとロックの異なるジャンルからのアーティストのコラボってことだったんですよね。
確かにこれね超盛り上がるんだよね、うんうん、本当にこの曲ねすんごい思い出した。あの昔さよくミカちゃんとも言ってたさ西麻布にさサニッパ懐かしいね。ちょうどあの時期ね80年代かなクラブがあったんですけれども西麻布にあそこでもう鉄板のように盛り上がってたのがこのウォークディスウェイでしたね。いやーすごいな。あとはねサンタナとビル・ウィザース、そう Don't Let Me Misunderstood、これねラテンの代表格であるサンタナとソウルの伝説であるビル・ウィザース、この曲で異なるスタイルを組み合わせて大ヒットを飛ばしたってことなんですけれども、でもビル・ウィザースって言えばねシンガーとのデュオではないんですけど、やっぱグローバー・ワシントン・ジュニアの Just Two of Us とかね、やっぱりこうやって考えると異色のデュオって結構あるね。あとはまあさあれだよね谷村新司と小川智子もね、小川智子さんとかね、確か一種格闘技戦だったね。そう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 日本もあるんだよ、日本もあるので、これはさやっぱりこうなんていうのかな、こんな人とこんな人っていうのは、うん、こう企画を考えてる時がめちゃくちゃ楽しいんじゃない。ねえ、ね、絶対私企画会議出たいもんそれ。あとはね、Say Something っていう曲でクリスティーナ・アギュレラと A Great Big World というね、ポップスターとアメリカのバンドの異なる音楽スタイルが組み合わさり切なく美しいバラードが生まれましたということなんですよね。ちょっと思い出せないその曲。あ本当、うん、じゃあきっかけてみます、うん、じゃあ、Say Something、うん、クリスティーナ・アギレラと Great Big World。聴いていただいた曲はクリスティーナ・アギュレラとア・グレート・ビッグ・ワールドによる Say Something、ね、結構デュエット曲っていい曲多いですよね。本当にあのデュエット曲のね、まあ、面白みといえば、うん、その曲がどうやって生まれて、うん、どうしてこの組み合わせになったのかっていうちょっとビハインドシーン、そのストーリーを知るっていうのもなかなか面白い楽しみ方だと思うんですけど、うん、私びっくりしたのはね、亡くなったお父さんと一緒にお父さんのヒット曲を歌ったあのナタリー・コールと、うん、ナット・キン・コールのナット・キン・コールのアンフォゲタブル、うん、あれはね結構ジーンときましたね。まあ、グラミー賞も獲得したんですけれども、アンフォゲタブル、ね、もし自分の、父親とねデュエットできたらね、できたらねしたいよね。音痴だったけどうちの父親はね、だからそういう亡くなってしまったね父親とねデュエットアルバムを1枚作ってしまうっていう、まあ、技術のね、そう出せる技ですけど、そうなんですよね、確かにすごいな。それ、まあ、私たちもねよくこのラジオを聞いてくださってる方からどっちがどっちの声だか分かんないっていうぐらいで不審って声に入るんですよね。だからナタキーコールとやっぱりナタリーコール、もう最高のハーモニー、そしてなんだろう、こうなんていうの、表現力すごいですね、やっぱその親子は。あとね、先ほど言ってたエルトン・ジョンとジョージ・マイケル、うん、ウェディング第2位ってやつですね、男同士のね、うん、おばさん同士っていう感じおい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 デュエットで Don't Let the Sun Go Down on Me、エルトン・ジョンとジョージ・マイケルね、うんうん、でこれはジョージ・マイケルがエルトン・ジョンのライブでこの曲を一緒に歌う機会があったんだって。でこの瞬間がすっごい感動的で、うん、もう忘れられなくて、うん、その後デュエット曲としてスタジオで一緒にレコーディングしたいってことでね、友情を深め合ったデュエット曲らしいですよ。
本当にいろいろなんかやっぱりビハインドストーリーあるんですね。あとはもう絶対この曲ね一人より二人の方が売れるねとかっていうそういう戦略的なこともあるかもしれないですよね。そういえばこの間亡くなっちゃったけどトニー・ベネットっていうのもいろんなアーティストとデュエットしてますよね。トニー・ベネットってもうまあジャズの大御所シンガーじゃないですか。フランク・シナトラ亡き後はもうトニー・ベネットしかいないっていうぐらいなんですけど、みんなねトニー・ベネットとねデュエットしたいよね。デュエットしたいよね。したいんですよ。断らないよね。そうそうだそうだトニー・ベネットねレディー・ガガとねトニー・ベネットのアルバムねすっごい良かったし、あ逆にねレディー・ガガにとってもね、あ彼女ねただのポップスターじゃないんだっていうね、歌のうまさを改めて知れるアルバムだったよね。そうそう、だからやっぱりデュエット曲ってそういう効果もあるかもね。じゃ聞いてみようか、トニー・ベネットとレディー・ガガ聞いてください。聞いてください。今日はね、これぞ名デュエットソングということでお送りしてきましたけれども、はい、歌いたくなっちゃったでしょ。歌いたくなっちゃいましたね。この人とこの人とこの人とは歌ったことはございます。散々やりました営業で。あそうですか。今月もお呼びしましょう、はい、CM プロデューサーで株が趣味という身の丈の投資のコーナーでございます。菊池誠さん、レッツ投資お願いします。はい、もう阪神タイガース、あれで、ね、あれで、ありがとうございます。18年ぶり、18年ぶり。いや私の話は変わりますけど、友達はタイマイはたいてアナハイム大谷見に。うんうん、行きたくって何ヶ月前から予約してて、で一回も大谷見ないで帰ってきたっていう。ああ今ね怪我でちょっと休んじゃってるからね。9試合ねベンチスタートなんでね、半端ないお金かけて行ってるんですよ菊さん。そうアナハイム、そうその方ね、そうほんでもうちょっとちょっと奮発して長時間だから、まあビジネスまではいけないけどプレミアムエコノミーで、でロスまで行って、あ大谷一試合も出なかったらしい。一試合も出ない出てこないんじゃ辛いよね。いや賭けですよね。賭け賭け。円安だしいろんなものが全部高いでしょうきっとね、バカ高だって言ってましたよ、ね、やっぱりね、やっぱりなんか一食やっぱり5000円はくだらないって言ってた。ちょっとね、あっという間にしちゃうだろうね、うん、そうやって考えると日本はいいですね。まあデフレ脱却とは言っても、ねいいものが美味しいものが安い、まだ安いですもんね。これはうちの近所には、ローソンが2軒とファミリーマートが1軒しかないんですけど、うんはい、車に乗ってちょっと西へ行くとセブンイレブンがあるんですよ、はい、で今日も実は食べたんです。セブンイレブンの何気に売ってるものって全部うまいよ。美味しい。店で食ったような感じになるものが売ってて、今日は辛味噌ラーメンっていうのを買ってて冷蔵のね食べたんですけど、いやー野菜もやしとかもシャキシャキだし、私もね結構何気にセブンイレブンの金のシリーズっていうのがあるんですよ。そう、それはもう有名だよね、だから日本ってやっぱすごいですね、そういう意味では ね、なんかこうそういうクオリティが高すぎちゃうからさ、安くて美味しいものが食べられちゃうとなると、なんかみんな安くて当然だろう、安くてうまくなきゃダメだみたいな。いやいやそんなことない、本当美味しいものは高いんだから、だから賃金が上がって、物も上がるっていうのどっちがいいかってまたね考えると、はいはい、まあ、賃金も上がって物はこのぐらいの安さっていうのがやっぱみんなが望むところなんじゃないですか、やっぱり熊本太郎君からね、そういう総理大臣だと。そうねそうか、そう岸田さんね増税一択だもんね本当に。なんか
また内閣、あ、内閣改造ってさ、うん、私もぼんやり、あ、内閣改造なんですか、うん、あ、そうですかって聞いてるけど、うんうん、あれ何なの、あれ何やってんのって感じだよね。なんか全然人事の岸田って言ってんだけど、これですかみたいな、あれ何やったのって感じですよね。こんなことして新聞の紙面を賑わすぐらいなら、あの北川ジャニーズ事務所の名称をみんなで考えるのかな。でもそれちょっと今月はそれをちょっとお聞きしようかなみたいな感じはありましたけどね。俺もね、次ぐらい触られてるって話は聞いてたんだ、ちらっと、うん、これは使えないよ。そう、あ、そう、まあそんな感じで、ね、なんか今日の菊池さん、あの本編のところでテーマはですね、そう、デュエット特集なんです。魅惑の名デ名デュエットの名曲ベストデュエットエバー、ピーチズ&ハーブスみたいな。何？ピーチズ&ハーブスみたいなやつね。リユナイテッド、恋の恋の仲直り、リユナイテッド、ピュー、そう、知らない？知ってるよ。デュエット、あとなんかロバタフラット、ロバタフラット、ピコフラット。普通はさ、ロバタフラット、ダニーハザウェイとか言うじゃない。ああ、ダニーハザウェイね。なんか結構デュエット多いよ。菊池さんにとっての、これぞすごい名盤みたいな、名曲みたいなデュエット曲あります？橋幸夫と吉永さんに出したっけ。年寄り密かに、雨より優しく、あの子はいつも笑ってる。いい曲だよね。なんか、ね、あの岸田さんじゃないけど、明日は今日よりきっと良くなるっていうような曲だよね。本当に。そう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 。あ、デュエット特集、魅惑のデュエット。そうなんですよ。ね、そう。橋幸夫とやっぱりあれですよね。もう昭和の。そうそう、あれはね、確か当時のね、うん、ほら、流行りの曲が甲子園の入場曲になるでしょ。あれ、あの年の甲子園の入場曲になったはずよ。欲しいよりひそかにどうやって歩くんだろ う歩きにくいよね。マーチング、優しい。マーチングにアレンジできたんですかね。アレンジしたのかな、誰か。そうですね。あの子はいつも笑ってるよね。僕だよ。ああ、そう。ダメだ。ポーツボーイ。たっ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 た。あれさ、たまにこうだから。もうあれたまにこういう風にしないと足が合わなくなっちゃうよね。うん。でもさ、スタッカートしないとね、やっぱりね、そうだってね、スタッ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 って全部裏乗りでこう行かないと確かに歩きにくいわ。そうなんだ、バラバラになったよな。誰もこれは歩きにくいんじゃないですかねって、誰もこうね、意見を述べた人はいないんでしょうかね。あ、ね、うん、どうだったんでしょう。でもどんどんやっぱり、まあいいのかって、売れてるからっていう感じですね。そう、若者にふさわしいからいいんじゃないかってさ。だってあれでしょ、あれどうしてんの、福山の曲で入賞してんの、どうしてんの。福山にはしてますよ、やってますよ。今でもどうやって、あれはね、いかんかと思うよね。愛を知ってたのにって歩いてんじゃないですか。曲だっけ、もっとちゃんとしたダララ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 ラって歌ってやってますよ、きっと。お二人はあれですか、あのその営業とかでデュエット、やりました、やりました、カラオケでやりました、やりました。あ、それこそなん、ね、なんだデュエットじゃないけど、あの今それこそ新社長におなりになられたグループの、うん、君だけにとか結構やりましたよね。そうだったな。そういう時代だった。あれ、ね、あれはなんだ、愛のセレブレーションは誰の、あれは俺、ね、あのルミちゃんと深夜くんの踊りしか頭に出てこない。なんとか深夜そういたな。ラブラブショー出てるから。ラブラブショーって知らないだろうな。いや今、あ、そう、もう終わった、あれ。ラブラブショー終わってますよ。とか僕50年ぐらいまで終わってんじゃない。あれだって、あの、あれだろ、東京ロマンチカの三条なんとかとか、田山京子さん、あれが出会った番組じゃない、違う？あ、そう、実際そのラブラブショーで。いや、ラブラブショーでくっついた人いっぱいいるよ。俺知ってるよ。二人だけのとても素敵な時間っていう、ね。で、上手から入った、下手から入って。二人だけのブラスメ。ブラスメ。ね、日本ってなんかやっぱりすごくこうみんな純粋だったんだ ね、うん、ね、ああいうもんで喜んでたって。あれは70年代でしょ、やっぱりね。そう、うん、という
ということは人間的にもなんか日本人ってあれなのかしら、ぼやりしてるのかね、ぼやりしてんじゃないの、ぼやりしてんだよ、ぼやりしていいんじゃないかね。そうそうそう、なんかやっぱり伸びしろがありましたね日本も。あった ね、 ねあった。でも結局あれですよね、あのこの番組でも前も言いましたけど、結局株は長く持ってなきゃいけないし、で、まあ、若けりゃニーサとかそういうものに財産ねしてるんだけど、うん、もう私たちの世代から株やって売ったり買ったりって言ってもねって感じは あって、まあ、ちょっと本末転倒なことを言ってしまうんですけれどもやっぱりずっと持ってなきゃダメですよね、もう本当に。いやだからあのもう一つさ、前にも言ったんだけどさ、そのまあ持ってる持ってないっていうのも儲けたいわけじゃないですか、トータルで。そうなんですよ。だからもしねここに5つ株があって売らなきゃっていう時に、うん、今ずっと上がってきてる株もあれば、うん、ここのとこ最近売れてない株もあるじゃん、うん、売れない値段がつかない株もあるじゃん、うんうんうん、そうするとやむを得ず売るんなら普通はね、うん、あの売れてるどんどん値を飛ばしてる株はもう少し取っときたいと思うじゃない、うん、思います。それであのなんとなくこう中津問わずの株これもいいや売っちゃえと思うじゃん、うん、だけど売るんなら売れてる値を飛ばしてる株から売った方がいい、うんうん、そうするといつも1割5分抜ける2割抜けるっていう人になれるわけじゃないですか、うん、そうそうそう。この間も10万円で買った株が15万円で売れました、うん、前はで今はそれ20万円になっちゃったのよ、うんうん、今20万円になっちゃってるんだけど損したと思わないんだよね、うん、やっぱ5万円得したと思う、うん、利益を確定したと、利益を確定した。だからそれはあのそれなんていうの、売る時のことと買う時のことといつもそのある種の心がけめいたことを時々お話をするけれども、うんうん、買うのは簡単で売るのがすごく難しくて、ね、難しいんだけど売るときは値を飛ばしてる値が出てる銘柄から売っていくことで、うん、で本当に成績の悪い俺もたくさん持ってるけど、なんか10分の1になっちゃった株とかゴロゴロ持ってるけどそんなにあるんですか、あるんだ、ほらあの亀を守るやつとかおなじみの亀を守るやつだったり、なんかしら、あ、代替肉のビヨンドミント、いやだもう菊池さんか、大体肉のね、あのこれからいいよ。でもその時はその買った時はやっぱりそれがすごいトレンドだ、これからこれ。これからこれからの株だなってさ、うん、思って買ったんだ。大体肉なんか俺が食わねえよ。俺が食わないよものを人に食わそうっていう、それがね、それでも儲けようなんてさ、むきが良すぎるでしょ。絶対食べないでしょ。食べないよ。大体肉だって体に悪いじゃない。加工品だからね。何が入ってるか分かんないもんね、そんなの。そうだよ。ちゃんとしたものをね、食べない、ね。なのに儲かるかって株買ってもしょうがないですよね。で、儲けようって、もう ひどいね。じゃあ、うん、ずっと一生持ってなきゃいけないかもしれない。思ってね。多分あの最後の最後に。もう骨と一緒にあの泣き殻として燃やしてもらうビヨンドミートはね。聞いていただいた曲は菊池誠さんの大大リクエスト、ピーチーズ&ハーブによる恋の仲直り、現代リユナイテッドなぜ恋の仲直りと訳したかっていうね。でもさ、デュエットといえばって言ったら一発目にこの曲出てきたっていうのは相当好きだったか、なんか思い出あんのかな、ね、結構菊池誠さんね、今月のこの名デュエットソング、うん、テーマ結構ハマってて、 その後いっぱいメールで送ってきてんですよね。なんかダイアナ・ロスとマーヴィン・ゲイの You are my everything とかね、はいはい、あとやっぱりあのトニー・ベネットとレディー・ガガもあるよねとかっていう中にね、うんうんうん、異色の組み合わせで玉木浩二と高橋真理子っていうのも送ってきた。どっかのママさん捕まえてさ、きっと立ってるね、自分は玉木浩二やってたね。絶対これは本当にもうね、絶対間違いない。ないね、本当にだからさ、デュエット曲ってさ、あのやっぱりこう聞くのもいいけど、
歌いたいね。ね、歌いたくなっちゃうんだね、きっとね。許すんであればこの方とデュエットしたいっていうのなんかある？デュエット誰？いや、でもやっぱりピーボーブライソンと。おいおいおい。そう。じゃあ私ね、あれ。ピーボブライソンとミカちゃん の, あのデュエットの、後ろで踊る。ありがとう。小柳ルミ子さんと大隅健也さんのようにね。うん、ありがとうね。本当にもうね、In Your Next Life って感じですけどね。あ、まあ、でも楽しかった。まあ生まれ変わったらね、本当ピーボブライソンとかね、ルーサーバンドロスとかね、とかね、トニー・ベネットとかね、とかジェームス・イングラムとかね、もちろんシナトラとも歌ってみたいですよ、ね、デュエットできるような歌手として生まれ変わりたいよ ね、本当にもう何なんだって感じ。まあでも楽しかったからまたね、やりましょう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 、うん、ね、なんならトリオ特集、ね、カルテット特集とずっとね、年末それで引っ張るそういう感じですね。本当に来月はどんなテーマでお送りするのか、楽しみにしててください。はい、来月もぜひ聞いてください。 Let's stay together でした。はい、バイバイ。Bye-bye. Here's what I want to do. We ought to stay together. 番組をお聞きの皆様から私たちへの質問やリクエスト、応援のメッセージなどをお待ちしています。 FM ブルー湘南のホームページからメッセージフォームで送ってください。 Twitter の場合はハッシュタグレディオ横須賀をつけて投稿してください。皆様からのお便りをお待ちしています。Love me.